著書、一泊なのにこの荷物、三島社、税込み1980円の発売を記念し、囲み取材に応じた本上まなみ。女優、本上まなみ、48、が13日、東京都内で著書、一泊なのにこの荷物、三島社、税込み1980円の発売を記念し、囲み取材に応じた。夫で編集者の沢田康彦氏、65、との共作で、同じテーマについて交互に綴ったエッセイ集。自身8年ぶりのエッセイで夫婦、初共演、を果たし、共著は気恥ずかしい、と照れつつ。20年ほどエッセイを書き続けていて、夫婦で同じテーマを書くのは今までになかったこと。新鮮で面白かったです、と挑戦に胸を躍らせた。また、エッセイストとしても活躍する沢田氏について、夫はエッセイを書くのでテーマを決めるときに、ベテラン風に、何でも好きなテーマでいいよ、って言われて、困らせるようなテーマをひねり出すのが面白かった、とお茶目な一面も覗かせた。